ナビゲーターのリンです。みんなはユーマってどんなイメージを持っているかな？ネッシーや雪男のように人間に隠れるようにしてひっそりと生きてきた未知動物って感じが強いんじゃないかな。だけど今回紹介するユーマはちょっと違うんだ。フラットウッツモンスターって名付けられたこのユーマは明らかに人間に対して敵意を持っているんだね。しかも実際に被害者まで出ている。さらにその外観の異様さは並み居るユーマとは比べ物にならないくらい特殊なものだったんだね。今回は当時全米中を恐怖の渦に叩き込んだ希代のユーマ、ブラッドウッズモンスターについてお話しするね。それでは行きましょう。事件が起きたのは1952年9月12日。その日、アメリカ東海岸に近いウエストバージニア州のブラックストーン郡にあるフラットウッズという小さな町に空から燃える物体が落下してきたんだ。時刻は夕方の7時頃。ウエストバージニア州の9月の日の入り時刻は8時近いから、辺りはまだ夕暮れ時。今みたいにテレビゲームなんかないから、子供たちはまだまだ元気に外で遊んでいる時間だよね。フラットウッズに暮らすエドワードとフレッドの兄弟もそう。近所に住む友達のトミー・ヘイヤーと一緒に運動場でフットボールをしていたんだって。と、頭上から明るい物体が飛んでくるのが見え、農家をやっているベイリーさんの丘の方に落ちていくのを見たんだ。その物体は彼らだけでなく、近くで遊んでいたニールとロニー、それに愛犬の散歩に来ていたウエストバージニア州兵のユージーンにも目撃されていた。兄弟はその物体が UFO だと思い、彼らのお母さんに相談する。お母さんは UFO かどうかは別にして、ベイリーさんが心配だからという理由で落下したという場所まで行ってみることにしたんだ。結局ベイリーさんの丘に向かったのはエドワードとフレッドの兄弟と彼らの母、友人のトミー、それにニール、ロニー、ユージーン、それにユージーンの犬の7人と1匹。一行は辺りが暗くなり始めたため懐中電灯を持って出発したんだ。ベイリーさんの丘はエドワードたちの家からわずか400メートルくらいの場所にあったんだね。小高い丘は普通だったらいいハイキングコースになったんだと思う。でもその時は違ったんだ。丘に近づくにつれ、一行は辺り一面に立ち込める強烈な刺激臭に悩まされていたんだ。刺激臭って言ってもなんか匂うねってレベルじゃない。目や鼻が痛くなるような、そう、明らかに体に害のある化学物質のような匂いだったんだ。そしてベイリーさんの丘の頂上から50メートルほどのところに問題の物体があったんだ。それは直径3メートルほどの真っ赤に燃える火の玉だった。実際に炎に包まれていたのかは定かではないけど、とにかく燃えるような赤色だったことは確かだったみたい。実はこの時、周辺のユージーンだけが燃える火の玉とは別のものに気がついていたんだ。それは火の玉から少し離れたところに立っていた大きなカシの木の下にいた。ユージーンが持っていた懐中電灯で照らしてみると、なんとそれは今まで見たこともない生物だったんだ。全長は3メートルを大きく超え、目は丸く真っ赤に光っていた。頭と思わしき部分はスペードのマークのような形をしていて、体は中世の司祭が着るローブのような形をしていた。そしてそいつは空中に浮かんでいて、滑るように子供たちの方へ近づいてきたんだ。次から次へとおかしなことが起こり、臆病になっていた子供たちはこいつの出現でパニックになってしまったんだね。我先にと逃げ出したんだ。みんなはとりあえずベイリーさんの丘から一番近いエドワード兄弟の家へと避難するんだね。そしてここから地元の保安官に連絡を入れたんだ。例の空から燃える物体が降ってきたのは保安官事務所でも把握していて、ちょうどロバート・カーとバーネル・ロングの2人の保安官が調査に当たっていた。エドワードのお母さんは保安官以外にも地元の新聞紙ブランクストン・デモクラットの社主であるリー・スチュアートにも連絡したんだ。リーはこの話に興味を持ち、すぐに飛んできた。リーは人通りのインタビューを終えると、なんとその日の夜に州兵でもあるユージーンと一緒に現場を訪れているんだ。
残念なことにリーが到着した時には例の怪物も火の玉もなかったんだけど、周辺には相変わらず吐き気を催すような悪臭と金属臭のようなものが立ち込めていたんだって。その後の状況、謎の遭遇事件の翌日からエドワード兄弟をはじめその場にいた少年たちに深刻な後遺症が出始めたんだ。鼻や目が痛かったり、喉が腫れて固形物が飲み込めなかったりといった症状だったんだけど、それだけではなく、現場に二度訪れた友人は痙攣や嘔吐といった症状まで現れていたんだって。彼らを診察した医師の一人は、これらの症状が第一次世界大戦で使用されたマスタードガスに酷似しているといった見解を示したんだね。マスタードガスは純粋なものは無色無臭なんだけど、粗悪品の場合ニンニクの腐ったような嫌な匂いがするらしいんだ。彼らが現場で悩まされた悪臭に近いものがあったのかもしれないね。また彼らが不気味な存在と対峙している頃、家の周辺ではまるで地震のような揺れがあり、ラジオが45分間止まってしまったって報告もあるんだ。さらにこの事件の1週間前にもおかしな事件があって、フラットウッズに住む21歳の女性とその母親がやはり悪臭を撒き散らかすスペード型の頭を持つ怪物に遭遇したんだとか。女性はかなりのショックを受け、その後3週間も病院に入院することになったんだ。パニック。この事件は地元新聞社が第一報を報じたこともあり、瞬く間に全米に広がることになったんだ。さらにちょうどこの事件の2ヶ月前には有名なワシントン DC UFO 乱舞事件が起きたこともあり、いよいよ宇宙人の侵略が始まったのかって噂されることになったんだ。フラットウッズは小さな町なんだけど、全米から多くの人が押し寄せ、様々なメディアも取材に訪れることになったんだ。メディアはこの怪物にフラットウッズモンスターという名前をつけ、目撃情報をもとにイラストまで作ったんだけど、これがまたインパクト抜群だったんだね。その後の展開。大人一人、周辺一人が目撃していたにもかかわらず、専門家はこのモンスターのスペード状の頭をフクロウの見間違いだと決めつけた。また赤く光る目はベイリーさんの丘から見える3つの航空障害灯だったと言っているんだ。でもこれってどう思う？普段からこの町に住んでいる子供たちがフクロウを怪物と見間違えるかな。しかも目撃者の中には子供だけでなく大人もいたんだよね。またベイリーさんの丘から誘導灯がどのように見えるかってことだって、近くに住んでいる人なら誰でも知っていることじゃないのかな。何より体調不良まで起こした問題の悪臭については何も説明されていないんだよね。これってなんか変だよね。さらに周辺住民によると、明らかに地元の人間や警察関係者とは違うタイプのスーツの人間が現場に何度も訪れていたって証言もあるんだ。これってまるでメインブラックみたいじゃない？事件からすでに70年近くも経過しているんだけど、この事件についてはほとんど分かっていない。一体あの夜アメリカの小さな町で何が起こったのか、これから先も解明されることはないのかもしれないね。はい、今日の話題は以上です。どうだったかな？あなたの意見や感想、コメントで教えてね。それじゃあまたね、バイバーイ。